皆さんこんにちは、ゆびすもてやしチャンネル院長の林でございます。今日はね、106回目の放送ですね。今日のねテーマはこちら、シワたるみをさようなら、30〜40代のフェイシャルケアということで今日は放送したいと思います。まずなんで30〜40代かってのあるんですけどね、正直20歳の子たちにはあんまり適応できないかもしれない。もちろん個人差はありますよ。でもね、だいたい30〜40代の人になると、みんなね、見てる方わかると思うんだけど、20代の時は調子いいのよ。なんでも無理しても何とでもなるの。だけどね、30〜40代になるとね、やっぱ急にねガーッとくるのね。女の人だてに30代2回もね、厄年そんな2回も来てないから。一応ね、そんなことで30〜40代の人を中心にとは書いてますけれども、20代の人も参考になればなということで、よかったら見てください。フェイシャルケアって一言で言ってもね、いろんな種類があります。まずね、小顔でしょ。小顔も一応フェイシャルケアだよね。それからこういったエラとかこういうのもね、取りたい、これもフェイシャルケアの一つだと思います。で、ね、今回のテーマであるシワとかたるみね、これで例えば二重とか鼻を高くしたいとか、鼻筋通したいとか、こんなのも言うならフェイシャルケアかもしれない。プチ整形とかで片付けちゃう人もいるけど、実際はね、実は日頃の行いとかである程度改善したりするのもできるんですよ。施術でもできるんです。でもね、とりあえず今回はシワとたるみについてお話しさせていただきたいと思います。そもそもなぜね、シワとたるみがね発生するのかっていう原因についてちょっと考えてみたいと思いますね。シワとたるみって皆さん分かると思うけど、風船を思い浮かべてほしい。お顔風船だと思って、当然膨張したり縮んだり、1日でね起きたりとか、もしくは1年間とか、もっと言ったら食べ過ぎちゃったりとか、体調悪かったりとかっていうと、お顔は膨らんだり縮んだり、膨らんだり縮んだりこうするわけですね。それは当然皮膚は弾力がありますから、この弾力によって補われていくんだけども、やっぱり年齢を重ねていくと弾力がちょっとなくなってきますよね。そのなくなってきちゃうのはなんでなのかっていう話なんだけど、これはね、一つはね、いわゆる皮膚の中の組織の問題ね、性質の問題っていうのがあります。ただね、そうでなくても物理的には大きくなって小さくなって、小さくなるとしぼむしぼむ、そのしぼむっていうことがシワになっていくとか、筋肉に付着しているこの皮膚、顔には表情筋って筋肉があります。もうその人ベースには骨があるわけですけど、骨の上に表情筋が乗っかって、表情筋の上に皮膚が乗っかって、この皮膚のところとその表情筋のところには細かい、実は靭帯で接着剤のようにくっついてるわけです。これが一旦ちっちゃくなると、余裕が出ちゃうと、この皮膚のところのこれが緩くなるのね。少しこう柔らかくなるって言った方がいいのかな。少し引っ張ってもビヨーっと、だから急激に痩せた人って、このお顔がビーッとこう皮膚が伸びちゃう人って、多分痩せた人は経験していると思います。取ってくるとこれが引っ張れなくなっちゃうんです。これは僕はここ最近で10キロぐらいちょっとこれでも痩せた方なんで、一応皮膚がこうやって伸びるんだけど、僕は1ヶ月で18キロダイエット実は3回やってるんだけどね、若い頃ビーって伸びましたね、あの時ね、本当に。そういう風にね、こう皮膚がね緩むんです。でね、この緩んだものに対して、若い時はもうスーッとこう収まっていくんだけど、やっぱりここにね乾燥が加わったりすると、こうシワになっちゃったりとか、ほったらかししたらね戻んなくてたるんじゃったりとかってことが加齢でともにね、ちょっとこうなっていくわけですよ。やっぱり皆さんね、一番若いですよ、女性の場合だと、お子さん産んだ時のお腹ね、大きくなって赤ちゃん産んだ後お腹が小さくなるんだけど、だいたい20代の時に産んだ人ってのはスッとお腹がね、本当にあっという間に元に戻って綺麗なお腹に戻るんですけども、やっぱ30代とか40代っていう出産をされてる方々はお腹の戻りが遅かったり、もしくは戻りにくく、下手すると戻らなくなっちゃったりしてます。これはダイエットの方も同じで、やっぱりそういうことが起きるね。つまりしぼむって時はどんな時にしぼむかっていうと、最初からちょっとまとめて言うと、まず年齢によるコラーゲンとか水分とか油分とか、そういったもののいわゆる体の中の性質ね、皮膚の性質の変化によるもの、これが一つ。それからもう一つは急激なダイエットなどによる皮膚の緩みが原因っていうね。それから3番目ね、これがね、実は秋冬、春とか夏にあんまりないんです。秋冬の季節、外気温とかの低下や季節による原因で、ちょっと体が一時的に小さくなるんですね、寒くなったりすると。そのおかげによって少しこう皮膚が緩むっていうことが起きます。そしてこの冬になると乾燥しますね。皆さんね、ちょっとデータが少し古いかもしれないんだけど、乾燥するって、あくまで東京なんだけど、ここのデータはどれくらい乾燥してるかって言うとね、実は東京って世界多分有数というかトップの乾燥した都市です。昔のデータですけど、カイロっていう都市がありますね、サウジアラビアのかな。カイロっていう国は実は年間平均湿度が大体 58% って言われてるんだけど、東京は今55とか52とかって言われてるんじゃないかな。
そういうぐらいでもう四六時中乾燥してる。原因はいろいろあるんだけども、冬場の乾燥なんかね 20% くらいになっちゃうから冬による乾燥が非常に大きいとかもあるんだけど、一番なのは実はコンクリートとかによるものね。コンクリートってものすごい水分するので、そういったものじゃないかって言われています。ともあれ、僕らが実はユニシスも化粧水を開発したりしてるんだけど、その時の研究で分かってるんだけど、世界のいろんな都市のところで使えるような基準で東京で作っちゃうと全然水分量が足りなかったりとかね、そういうことで東京って本当に乾燥してる、特に冬。なので皆さん、このね冬を通してシワができちゃったなっていうのがいっぱい出てくるよ。一番怖いのは年齢、この首にこれシワが一回ついちゃうとなかなか消えない。これがねどんどんね年齢を連想させるというかね、どん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 お年取ったように見えちゃう。老けて見えるって言ってあんま表現が良くないんだけど、皆さんね、お首はね、化粧水お顔つける方はもう当然だけど、絶対首とかもやってほしいの。お顔塗る時もこうやって塗る人いるんだよね、こうやって。これダメね、下から上下から上、とにかく下から上、お顔も下から上、全部こうやって下から上に下から上に塗ってください。どんどん上に引き上げていくってことをしてほしい。絶対こうやって塗らないこと、これ絶対ダメですよ。じゃあその対策としてね、今言ってますけど、まず体のたるみとかシワをね取るために一番ね大事なことはね、食べ物です。はい、食べ物。何かっていうとね、例えば有名なのは先ほどちょっと話したけど、コラーゲン。人間の体って結構コラーゲンでできてたりするのね。特に皮膚のその潤いとかを保つための物質としては有名なのはコラーゲン。そのコラーゲンを作るために人間の体、食べ物とかいろんなことやって、コラーゲンになるか例えば脂肪になっちゃうかとかって、こういうことの分岐点ですね。食べたものがどっちに行くかみたいなのあるんだけど、それに関してはいろいろ諸説はあるんですけど、化粧品のメーカーさんだったらご存知の通り、フラーレンというね、1983年だったかな、ノーベル化学賞を取ったはずなんだけど、あの時のそのいわゆるあの物質、これがねものすごいねお肌のいい影響を与えると言われています。だからフラーレンが 1% 入ってるか入ってないかぐらいが一つの目安になるんだけど、だいたいこのフラーレン配合って化粧水ってみんな高いよね。そういったものをやってみたりとか、それからもちろん食べ物ってさっき言ってますから、食べ物で鶏の例えば皮のね脂身というか、あの辺もコラーゲンね。それからあとタイもねコラーゲン入ってますね。なんで分かっちゃうのっていうと、煮付けした時に煮こごりできるでしょ。フグとかあの煮こごりっていうゼリーみたいな、あれがコラーゲンですから、あれをね取っていただくのが一番なの。だからタイって言ってもそれを言うとキリがないんだけど、養殖のタイとかだと食べ物が良くないと、餌が良くないとか言うんで天然がいいって言って、それ天然だったらとんでもなく値段上がっちゃうし、鳥だって地鶏がいいとか言ってるけど、実際鳥の餌が何使ってるかが大事でね、泡とか冷えだったらいいんだけども、例えば人工飼料っていうので食べさせてると悪いものが入っているわけだから、そのを僕らが食らうわけですから、当然人間の体にそのものがたくさん蓄積されてアレルギー症状が出る。アレルギーが出るってことはなった人は分かるけど、肌が荒れてきたりとかするんでね、こういうこと言ってると何のためにそれを一生懸命取ったか分かんなくなるから、最終的にはいいものをちゃんと食べる。いいものって何だったら、鶏肉がいいのか豚肉がいいのか牛肉がいいのかじゃなくて、どんな餌を食べたものを食べてるかってことがすごい大事だ。僕のところで最近ユニシスでやたら牛肉牛肉って言ってるんだけど、なんで牛肉かって言って、牛は人工飼料はあんま食べないです。ほとんどがいわゆる牧草ですね、草を食べる。ですのでそれがおすすめっていうことなんですよ。そういったことで言うと、なるべくいいものをしっかり食べていただき、そしてコラーゲンを摂取する。主にね、そのコラーゲンはコラーゲンボールとかコラーゲンのサプリとかっていうのを食べたりお飲みになったりする方がいるんだけど、その時は絶対にチェックしてほしいことがあります。基本的には細かいところで言うと、ここ長くなっちゃうんで、大くくりで言うとフィッシュコラーゲンはやめてください。そうすると、っていう人がいます。わかる人は。なんでかって、フィッシュコラーゲンって、実は世の中に出てるほとんどフィッシュコラーゲンです。フィッシュコラーゲンって何ですかっていうと、実は魚の鱗です。この魚の鱗に、そのコラーゲンがほとんどなの。それと粉砕して飲むってことなんだけど、皆さんどう思います?鱗を喜んで食べる人いないでしょ。実は僕はその鱗を食べるとかって、チンキトさんとかそういうのも取ってもいいと思ってるんですよ。すごいいいんだけども、大体の話ですけど、フィッシュコラーゲンっていうのは中国とかのお魚、沼とかに住んでる鯉とかの、そういったもので、こうやって鱗を外して中身を自分たち食べて、鱗をただ同然で捨てるのもあれだからって言って、持ってった業者が一回洗って、粉砕してフィッシュコラーゲンっていう粉にして、それを日本に輸出してるっていうことがいっぱいあるわけ。
もちろんそういうのに似てるのはプラセンタもそうね、豚とか牛の胎盤を中国で洗って粉砕化して出してるんだけど、それもあんまり僕は正直良くないと思って、中国がダメって意味じゃないんですよ。ただその中国のところで出してるコイとかのやつを調べていくと、いわゆるみんなが言っている水質汚濁っていうの、僕らの時代昔何十年前の話、そういった池や川に住んでるコイとかのそういった魚の鱗を使っているケースがあって、当然そうするとその鱗にはそういった悪い重金属とかそういったものが入ってる恐れがあって、そういうことを一つずつ説明していく、長くなっちゃうけど取ってると、逆に結果的にはさっき言った豚は何を食べてるの、鶏肉、鶏は何を食べてるの、天然じゃない人工の養殖の鯛は何を食べてるのっていうのと同じで、これ結局自分たちが何を食べてる、鯉の鱗なのかフィッシュコラーゲンなのかっていうことでやってると同じことなのよ。なのでいいものを食べるってことはいい餌を食べているものを食べるってことで考えてください。なかなか難しい話かな。で次、ダイエットね。ダイエットの時にどうしたらいいかっていう対策なんだけど、よく皆さんダイエットもちろんトライしてますよ、ダイエットダイエット。でもね、痩せることを重視するっていうのは当たり前なんだけど、その時に体重減ばっかり重視してる人がいる。つまり美を意識してない、張りを保ったりとか美しさを保つってことで痩せていくっていうことが理想なんだけど、体重を減らすことばっかりやることで、さっき言った食べ物を少なくして運動を増やして、もっと言うとエネルギーを6スッポ取らないで、栄養も6スッポ、ミネラルもビタミンも6スッポ取らないで、それでいてやたら乳酸とかそういった老廃物を出してるっていう環境であることは、ダイエットってそういうことじゃないんだけど、本当はだけど皆さんそれをそうだと勘違いしている。今の YouTube の出してるのもほとんどの YouTube の番組それですよ。僕はもともとこの YouTube をやりたいって去年の今頃ちょうどやろうと思ってやり始めたきっかけはここなんですけども、そういうことではなくてちゃんと食べなさい、美を意識してゆっくり痩せるが理想です。この美って何かって言ったら、例えばだけどふくよかで張りのある女性と痩せてるけどしわくちゃな女性とどっちが美人ですかって話、あなたたちはどっちを選びますか。もちろんふくよかで張りのある美しい女性はおそらく私はもっと痩せたいって思ってると思う。でも痩せてるけどしわくちゃな女性はどう思うかって言ったら、私痩せてるんだけどもっと張りが欲しいって思う。これ当然のことなんですよ。別にどっちもなれるは自由になれるわけじゃないですから、今自分がいるポジションがどっちかっていう話なんだけど、でもそれぞれにはそれぞれ悩みがあるんです。でも皆さんが今こっからいきなりこっちに行く必要はないんです。もし自分が少しふくよかで悩んでるとすれば、そこからゆっくり落としながら様子を見ていくように、人間が自分を騙すかのように綺麗に張りを保ちながら痩せていくことは可能なんです。つまり痩せていく速度と張りを回復していく速度を選んだときに、痩せてる速度の方が高いとそれはダメなんです。張りを回復する速度の中で痩せていくってことが一番理想なんです。それはちょっとご理解ください。うちのねユリシスに来てくださってるお客様の中で延べ3万人ぐらいいらっしゃいますけど、その中で激痩せ女性っていうの、いや私ユリシス来たかった理由はね先生ね、私今までこの 1,2 ヶ月で20キロ痩せたんですよ、でもねお皮膚が全然治らないの先生見てって言ってやったらね、うわそれ無理、うちでもできない、悪いけどもう一回太ってって言うとね、結構いらっしゃる。皮膚の戻る戻んないっていうのはあるところを超えちゃうと戻らないんです。一回太ってからゆっくり戻す分にはいいんですけどね。だから一旦その戻る速度っていうのを自分でやってみなきゃ分かんないんだけど、一応の目安は1ヶ月 2-3キロ、体重じゃないんだよ本当は、違うんだよ、だけど一応目安は1ヶ月 2-3キロで収める。僕たちは以前から言ってるんだけど、体重計は毎日乗っちゃダメですよ、脳が恒常性を保とうとするからダメですよって言ってますね。ですので月に1回生理が始まった日の夜、もしくは生理がない方は月に1日、例えば毎月1日とか決めてね、その時だけ測ってください。その時の自分の体重っていうのがってやってますから、月に 2-3 キロっていう時はそこの範囲までの間のだったら合格だけど、それ以上落ちちゃうような努力はしないっていうことですね。増えちゃう部分はっていうことですね。ということで、でもそれよりも大事なことは張りです。張りね。それでですね、一応ですねそんなことでやってるんですけども、顔のシワとかたるみもね、結局数年後っていう単位でおかしいことが起きるのが実はよくわかる。
これはねもう本当になんとかお腹が今みたいに急激に痩せたら出てくるんだけど、お顔もねそういう人たちって必ず出てくるから、これは栄養学によるものなんだけど、とにかく激痩せはしないでください。もし痩せるんだったら肌ケアね、張りとかツヤとか守る肌ケアはそれ以上にやってください。例えば外からだとパックとか化粧水とか美容液とか、それから内側からっていう意味ではビタミンとかコラーゲンとか水分の補充とか、もしくは油分も必要だと思います。もちろんアミノ酸や例えばタンパク質も必要です。足りない場合は少しのサプリもいいでしょう。でもサプリで全部補うとか無理。だいたいよく言われるのが3分の1まではサプリでいいけども、それ以上はダメだよって話も言うし、それから僕から言うと絶対に食べてやってほしくないのはプロテインバーです。プロテインとかプロテインバーの摂取は美容を考えている方はおやめください。タンパク質だからいいんじゃないのとか言う人がいますけれども、大豆がいいんですか何がいいんですかって、僕はもう食べ物で取っておきます。それはね何かっていろいろね、腸の中の状態もそうなんだけど、やっぱり食べ物でコントロールするのが一番です。それからあとダイエットをしていない人でもフェイシャルのケアという意味では、秋冬は先ほど言ったように特に気をつけなきゃいけません。乾燥をしてシワになるからですね。ここでユリシスではですね、フェイシャルコースを準備しております。約2時間のコースなんですけれども、衝撃波というのでここでねずっと当てていきながら筋肉を楽にさせていって、そしてここの張りをね、耳下腺が流れてなくて張りが出てむくんでる方がいらっしゃるんで、そこをねしっかりとねマッサージで、バキューミングマッサージやリンパマッサージしっかり落としてすっきりさせる。そうするとここにちょっと皮膚が緩みますので、この緩みを生体電流とねぐーっと引き上げながら締めていく。お顔の表情筋も含めて上に上げていって、上げ切ってからパックをかけていくっていう、これもね珪藻土のパックなんだけど、綺麗に上げていって、だいたい 2,3 日後ぐらいが最高にいい状態になる。そういったパックをやっていただくってことで、いろんなモデルさんや芸能人の方も来ていただいてますけれども、そういったことでやっていただくっていうのは僕おすすめ。一応これ受けてみたいなっていう人がいるとね、初回の方は一番おすすめなのはね、ホットペッパーでセルライトバスターシステム2時間っていうお試しプランがあって、これ主に痩せるためのプランではあるんだけど、一応ねセルライトバスターシステムでも備考欄かどっかのところでフェイシャルやりたいんでよろしくお願いしますって書いていたら2時間でできるようにしております。ちょっと驚きの価格でやっておりますんで、よかったら興味ある方は受けてみてください。はい、本日は今日はここまででございます。ちょっと長いお話になりましたけれども、またよろしくお願いします。失礼いたします。